目の前にとんでもねえやつがいてもいいよ、はい、目の前に変なやつがいても、はい、それを全部何してでもいいから自分の時代にするんだよ、うん、それができたのが俺たちの時代だよ、うん、それをやろうとしてねえから今の若いやつっていうのがどんな回も嗅覚でキャンペーン中行ってきまーす行ってきます行った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 あこっちも行ったこっちも行ったえちょっとお肉焼けてるんですよお客様いやめちゃめちゃお肉見てるそんでどんな回も嗅覚でキャンペーン中野菜の回バンザーイおいしそうだね上見すじお待たせしま勘違いしました失礼しますもういい仕方ねめんどくせえ置いてけどんな回も嗅覚でキャンペーン中王様ハラミ、うん、ハラミ絶対正解だよね豚、うん、正解だね、うん、タレ正解だな箸やべ箸正解じゃんキス正解ヘリ正解だな甘みすじお待たせしました大正解だな大正解今回も嗅覚でキャンペーン中山本の顔がパッと取りやすいのはこっちですか。ではロボットの皆さん入られます。はい、よろしくお願いします。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 山本さんです。お願いします。チキ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 いやいや何の BGM これいやメイキングにありそうな BGM いやいい言わなくていいんだよつけてくれるからそれぐらいからよーいスタートでそれがストレートに違ったってなよ目の前に変なやつがいてもそれを何してでもいいから自分の時代にするんだよそれができたのが俺たちの時代だよそうだからそれをやろうとしてねえから今の若いやつっていうのが、はいうん、だからそれができない世代が世代時代じゃねえよ世代だよ世代ちゃんと聞いとけよお前本当伊藤さん馬場のカツラが浮いてきました揉めて揉めて揉めて渦潮の中で巻き込まれたのがマダイだよマダイ、マダイうん、だから俺たちのスローガンは「つもろねばだい」「つもろねばだい」そうあ、言ったんだはいお願いしますはい、OK ですありがとうございますありがとうございますお願いしますそうですね、はい、今日さ、すみません行きますよすぐ来るされましたうんよーいスタート本来ですとテンションが明るいはずですけども、うん邪念をゼロに持っていく今トレーニングをしているんですよもったいないですけどこれ持ってっちゃいますよねえ邪念あるじゃん喋っちゃったでしょ今いや取り始めたおいいやこれ邪念でしょねえあ大変ですね店員さんはねえおいしそうだね上見すじお待たせしま勘違いでした失礼しますあ、何これ何何あ、上見すあすいません勘違いです申し訳ないです失礼しますいい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 もういいもう置いてかこれもう置いてけいや本当にやっぱりあの店長に怒られちゃうんでいい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 い頼んだんだって持ってこい他も牛カルビも牛カルビも牛タンも厚切り牛タン持ってこい厚切り牛タンも何か持ってこい大丈夫ですか、うんああ箸ね箸正解でも何でもないじゃあ私ジョレギサラダジョレギサラダあーいい、ね、正解だねサラダがおりますあとね厳選4種盛り4種絶対正解じゃんもうでしょあとね上見すじ上見すじって何何格闘家の技か何かそんなわけないあんた上手だけよくやんだから箸やる箸正解じゃん箸正解じゃねありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
トリオ的なこの配色バランスも正解ですね、はい、やっぱり留学さんのこのセンスは正解ですね、正解便利だな正解ありがとうございます。皆さんこんにちは。3人揃ってロバートです。よろしくお願いいたします。お願いします、私が、秋角と申します。よろしくお願いします。秋角、はい、何ですか秋角。そして僕が馬角馬角と申します。馬角、はい、馬角、はい、そして山本ということでよろしくお願いします。俺も角入れさせろお前、ね、山角でいいよ。そしたらもういやありがたいですね。この度ですね、僕らは丸々会牛角、はい、丸々会 in 牛角という撮影をやらせていただきましてね、いや嬉しいですね、ね、いろいろやらせてもらいましたけども、ね、これからのシーズンは牛角でいろいろな会が行われるんです、はい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 、年末年始、うん、もう女子会なんか有名ですけども、 そうだね、それ以外に日本にはもう無数の会があるんで、うん、その会を、私たちがですね、うん、代表してちょっとしたこうネタにして見せておりますけど、ね、うん、牛角さんでいろんな会やろうってことだよね。ねえ、うん、まあ、その一つの会として、はい、そうですね、おすすめの会っていうのはなんだろうな、まあ、邪念ゼロの会という、うん、はいはいはい、そういった回、まあ、今この衣装もそうですけど、うん、そうですね、これね、はいはいはい、これも僕らのコントから、うん、僕らのネタからちょっと発展したものなんですけれども、ね、はい、すごいよね、それをやらせてくれるってすごいよね。じゃあね、ゼロにした状態で焼肉屋さんに行く、うん、いわゆるどんな目の前に美味しそうな肉があっても邪念をかき消してただただじっと食うという、ね、一番邪念が出るところだからね、焼肉屋さんなんて、焼肉って目の前でこんな美味しいもんがあると絶対邪念出るから、絶対出るから、そこを初めて世界初邪念を抑えるという、うんうん、そういった回を表現してますので、はい、皆さんぜひご覧いただきたいですね、うん、はい、美味しい焼肉食べたい牛角、腹いっぱいに食べたい牛角、週末は牛角、毎日牛角、牛角、牛角、みんなの地域の牛角、味で勝負。ダサいだ。